まあ、気になったのはですね、まあ、これも昨日、その国がね、その福島原発の周辺でのですね、子供たちの甲状腺の内部被曝検査っていうのを、そのなんか再検査、追加検査っていうのをですね、国側がですね、まあ、その、なんか原子力安全委員会はより精密な追加検査をやるべきだって言ってたのを国側がですね、拒否してたっていうのが、これも大きな問題になってるんですよね。やっぱ僕は甲状腺の被曝のですね、ちゃんと検査すべきだろうと。原子力安全委員会でさえですね、追加検査しろっていうのをね、やらなかったと。だほんとそれはね、なんかおかしいなと、なんでやらなかったのかなと思ったら、なんかさらにこうひどいのがこの朝日新聞に出てたんですけども、いわき市ね、その、これも、そのいわき市の子供がですね、甲状腺被曝に関して最高35ミリシーベルトのね、被曝、を受けてたっていうのがですね、これ出てるんですよね。だからこういうのが出てたから、その国はですね、追加検査っていうのを拒否したのかなって、疑ってしまうんですけども、この政府がですね、今になってこれが出てきたっていうのは、当時はですね、まあ、政府は、検査の精度が低いから、公表しなくていいだろうっていうことで、この35ミリシーベルトの被曝に関してですね、黙ってたっていうことで、もう本当に悪質ですよね。追加検査もしなかったらですね、この35ミリシーベルトの被曝してた子供に関して、黙ってたっていうのは本当に悪質だと思いますしね。やっぱりこういうことをね、やっぱり福島の今いる人たちね、もう他人事じゃなくて、あなたたちのことですよっていうことはね、強く言いたいんですけども、それは当然福島にいる人たちもですね、やっぱり、今もってね、避難も、考えたりしてるっていうのが、これもなんか、この、まあ、共同通信に出てたんですけども、避難したくても、できない人たちっていうのは福島ね、3分の1ぐらいいると、妊婦とか、乳幼児のね、いる家庭に関してね、それはやっぱりその、まあ、資金問題だったり、引っ越しでね、避難先でこう、うまく就職先が見つかるとか、雇用の問題とかで、まあ、気にしてですね、なかなか踏ん切りがつかないということなんですけども、僕はもう今や、やっぱりそういう問題じゃないだろうって思いますね。もちろんやっぱりね、その、避難のね、避難先のですね、雇用のね、確保とかも、本当その地元の、政治家とかですね、もうちゃんとしてほしいなと、思うんですけども、また福島市とかもですね、福島県とかも、避難させないようにしてるんですよね。やっぱり安全だとかっていう、その、まあ、安全デマって言ってもいいようなことを、まあ、言ってたりしてね、本当にその、ひどいなと思うんですけども、やっぱり子供を守るためにはですね、もうそういうのを振り切って、でもやっぱり、避難してほしいなと、ね、思いますね。やっぱり数年後ね、甲状腺被曝からなるですね、甲状腺がんとかいろんな問題もありますからね、そういうことを考えたら、もう今からでも遅くないからですね、もうひどくなる前にね、避難してほしいなと、ね、思います。やっぱりその避難先ね、やっぱ移住先っていうのは、移住先というかこう、まだ今もあったと思うんですね。北海道とかね。なんか、その、九州だったり、沖縄とかだったり、大阪でもあったと思うんですけど、そういうところにどんどん避難してほしいなと思いますね。今でもね。で、やっぱりその地元のね、人たちもね、温かくこう、迎えるとかね、ちゃんとコミュニティ作りみたいなのも僕は必要だと思いますしですね、もうほんと、どんどん、もう大阪でもね、なんかそういう動きあったと思うんで、どんどんですね、やっぱり避難してほしいなと思いますね。なんとかなると思うんでね、やっぱ子供たちが、その、とんでもないことになる以前にですね、やっぱもう、ここでね、思い切って僕は避難してほしいなと思いますね。やっぱ国はやっぱり守ってくれないっていうのが、その甲状腺被曝の検査を拒否した面から言ってもですね、またこの35ミリシーベルトの被曝してた子供のことを隠してたっていう面から言ってもですね、もうはっきりしてると。ということで、僕はこれは今すぐにでも僕は避難してほしいなと、思いましたということで。